こんにちは、にです。今日はお買い物動画でございます。お買い物動画すごい久しぶりだよね。1ヶ月ぶりぐらいかな。ちょっとサボっていてすいませんでした。で、今ここにずらっと並べているんですけども、今週買ったとか届いたとかそういうんじゃなくて、ここ最近買ったものですね。ただもう自分でね、いつ何を買ったかとかが分かんなくなっちゃっていて、とりあえずパッと目に留まった最近買ったものだよなっていうものをこう並べたような感じで、あともう動画にしたものに関しては省いているので、ここに並んでいるものは動画にはなってないものだと思います。それでは順番に見ていきましょう。まずはゴジラキングオブモンスターズのソフビです。映画は5月末公開なんですけども、ソフビはもう発売されました。ゴジラかっこいいね。今回はハリウッド版ということで、結構リアルな感じに作られているというか、前作のハリウッド版のギャレゴジってやつに似てるような気がするんですけども、どうでしょうか。ちょっと僕あんまりねゴジラ詳しくないので、あんまりいろいろ喋れないんだよね。で、これだけじゃなくて他にもいろいろ発売されて、次はじゃーんとラドン。これがまたねかっこいいんだよね。横幅がすごいあって、僕の手のひらよりも大きいです。で、あの予告とかではね、火山みたいなところからこうブワッと出てくるような予告だったんだけども、まあなんかこう燃えてるような、そんな感じなね塗装になっていて、これすごいいいですね。そして次はね、これはい、モスラなんですけども、これはねソフビっていうよりかはゴム人形みたいな柔らかい感じ、中詰まってるみたいな、まあ、これはねちょっと好き嫌い分かれるかなみたいな、そんな気がしますね。僕はねソフビって言われたらちょっとそれは違うような気がするみたいな、そんな感じで、で最後はい、真打ちキングギドラなんだけども、これがまたすごいんだわ。でかいし、形もねファンタジー RPG に登場するドラゴンみたいな感じで、これは面白いですね。気になる人はね、ぜひおもちゃ屋さんで一回見てほしいですね。大きさにまずびっくりすると思うし、造形もすごいんで、早く動いてる姿見たいね。映画が楽しみ。次はゴーカイジャー指人形セットです。指人形止まらないね。みんな持ってると思うんだけど、こうやって箱に入ってるとまたかっこよく見えて思わず買ってしまいました。そしてセットものこれだけじゃなくて、ヨットニャンダー仮面指人形、ニャニがニャンダー、ニャンダー仮面、ニャンダー仮面が何なのかよくわかんないんですけどね、とにかく可愛らしいし懐かしい感じがしてこれも買っちゃいました。で、下見るとね、柳瀬隆ってここに書いてあって、まあ要はアンパンマンを手掛けた柳瀬先生が描いたキャラクターっていうことなんでしょうね。それは懐かしいに決まってますよね。で、僕最近アンパンマンの指人形もちょこちょこ買っていて、これがねまたやばいことになっちゃいそうっていうか、今ね第62弾とかそれぐらいなんだよね。もうどんだけあんだよっていうぐらいたくさん発売されていて、まあ、全部コンプしようとかそんなつもりはないんだけど、なんかいろいろ見れば見るほどいろんなね指人形があって、もう止まんなくなっちゃいそうなんだよね。そしてねポケモンもねすごいよね。指人形いろいろ見てるとかっこいいやつがいて、あこれなんだろうって思ってみると、だいたいポケモンなのよ。だポケモンもいつか手出しそうなんだけど、あれもね、どんだけ出てるのかわかんないけど、相当発売されてるよね。で、あとセットもの以外にもね、ちょこちょこつまんでいて、これ昨日買ったやつで、セブンとタロウのね、ウルトラマンショップで売っている、その、子供向けのパジャマとかミニタオルとかね、そういうのに描かれてる、すごい可愛らしい感じなね、ウルトラマンの指人形ですね。で、パッと見た時に、初めて見て、これ古いもんなのかなと思ったんですけども、そうじゃないみたいで、2010年ぐらいのものみたいですね。多分この子たちは、外にね、こうずっと、置いて遊ばれたものとか、あとは窓辺にずっと置いたりとか、そんな感じなのかな。なんかすごい日に焼けた感じで、とてもね10年前のものとは思えないっていうかね、風合いで言ったら30年ぐらい前とかね、そんぐらいのものに見えるんですよね。すごい面白いね。で、あとねこれもね初めて見たっていうか、怪獣の指人形で、多分ねガイアに出てきた水から出てきたやつだと思うんだよね。ちょっと細かい話とか覚えてないんだけど、確かそんな気がするみたいな、でね、どっかになんか名前か年号が書いてあるんだけど、もうねモールドに埋まっちゃってて分かんないんだわな。
まあ確かガイアのやつだったと思います。であとはねこれ2体1セットで X とオーブのクリアかな、多分これ映画のあの前売りとかそういうのでもらえたやつだったと思うんだけど、それかあれだねウルフェスだね、うん、クリアのオーブ持ってなかったと思うのでね、これも2個で108円だったから買いました。でもう一丁これも買っていて、メビウスのなんかクリアラメみたいなやつね、これも持ってなかったので、うん、なんか気になってね買っちゃいました。次はこちらになります。アタック変形ウルトラビークル、ウルトラマンの新しいおもちゃのシリーズですね。車から変形してウルトラマンになります。怪獣バージョンもあって、怪獣も同じくね車から変形して怪獣になります。要はこのバンパーの部分がスイッチになっていて、ここをねぶつけっこ遊びして押された方が変形するみたいな、変形した方が勝ちなのか負けなのかそれはちょっとよくわかんないんだけど、まあ、自分たちで決めて遊べばいいのかな。でそうですね、これ動画にしようかどうか今すごい迷ってるんだけど、あの個人的には好きです。このねウルトラマンとか怪獣をね車にデザイン落とし込むっていう、これがすごいいいなと思っていて、ただ人におすすめできるかっていうと何とも言えないところもあって、やっぱり動画作った方がいいかな。そこら辺のことを喋り始めたらきっとすごい長くなっちゃいそうだから、まあ時間のある時にねあの動画作りたいと思います。次はタカラトミーアーツさんのザ・昭和シリーズ、昭和スマートテレビジョンです。これすごい懐かしいよね、家具調テレビ。作りは簡単でスマホを横から挿して画面出すだけなんだけど、これで見るとねめちゃくちゃ楽しい。昔のドラマとかをねこう画面に出すとほんと一瞬でタイムスリップできます。で同じ昭和シリーズもう一個買っていて、昭和ミニラジカセ、これはねまだ開けてないからよくわかんないんだけど、ラジオを聴けたりとか、あとこのカセットにね録音したりとかもできるみたいですね。これもすごい面白そう。次は食玩です。メガホネホネザウルス、大きさがいつもよりも大きくて約2倍、全長13センチぐらいになるそうです。結構大きいね。今回ラインナップ全6種類で全て購入しました。そしてもう一丁食玩で、はい、チョコエッグのドラえもんでございます。映画ね今やってるからそれに合わせての展開だと思うんだけども、チョコエッグはなかなかうまく揃わないよね。一応今回2箱買ってるんですけども、どうなることやら。まあこれは動画にするかどうかわかんないけども、もしねあの時間があれば動画作りたいと思います。次はロボダッチのプラモデルです。これすごい懐かしいよね。子供の時ロボダッチで遊んでました。ガンプラよりもこっちの方が馴染みがあるかな。でこのロボダッチコレクションその1はロボダッチが12体入っております。でその1があるってことはその2もあって、はい、こういった感じでこれも12体入りで、次がデラックスのその1、これはねロボキューとモビル Z の2体セットですね。そしてデラックスのその2がガマロボとタマゴロウのセット、そしてその3がロボ Z とモビルタマゴロウのセットですね。全部で5箱発売されていて、デラックスが2500円でコレクションの方が2000円だったかな。あのイトーヨーカドーでの限定発売っていうことなので、まあ普通の量販店にね並ぶっていう形ではないんですけども、まあヨーカドーはねいろんなところにあるから欲しいと思ったら買えるんじゃないかな。ハッピーデーとかに買えばちょっと安くなるみたいな、そんなところですかね。次はプレバンから届いている商品です。デラックスルーブジャイロ、三剣崎仕様、つるちゃんのジャイロですね。これ時間になる時にじっくり遊ぼうと思っていたら、なんかうまく開けるタイミングが見つけられなくてまだ開いていないっていうね、今週あたり開けて遊びたいと思います。そしてもう一丁プレバンから届いているもので、アルティメットルミナスプレミアムウルトラマンさん、これもね開けるタイミングがよくわかんなくなっちゃったっていうか、09をね先日開封して今7とガイアで遊んでるような感じで、まあ一段落したら開けようかなみたいな、そんな感じで。で動画はねこれの前にバキシム撮ろうと思ってるので、まあもし動画にするとなったらちょっとね先になっちゃうかもしれないですね。次はアマゾンから届いているこの箱です。開けていきましょう。よっと、はい、出てきました。じゃーんと、マジマジョピアーズのマジョカランタンです。これでね
僕はマジマジョピアーズのおもちゃ全部コンプリートしたんじゃないかな。あのマットで遊ぶなんちゃらとかね、マイクは買ってないんだけども、基本的に劇中に登場したアイテムは全部買ったんじゃないかな。これもね、液晶がついていてすごい面白そうな感じなんだけども、今値崩れしていてかなり安くなってると思うんだよね。僕はねこれ1,700-1,800円ぐらいで買ったんだけども、またちょっと戻ったりとかして2,000円ぐらいに今なってるような、そんな感じだと思います。でしばらくねこれぐらいの値段でいくと思うんだけども、ある時を境にねどん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 また元に戻っていくっていうか、要は在庫がはけてしまえばね値段は高くなっていっちゃうから、だから欲しい人は今のうちにねマジマジョ関連のものは買っておいた方がいいと思います。次は3月3足日目玉の親父です。茶碗のお風呂に入ってる親父さんですね。前も同じ形のもの買ってるんですけども、今回はね目が閉じているバージョンになっております。次は丸さんのウルトラマンエースです。これすごいかっこいいよね。青い蓄光成形大好き。ピンク色の蓄光のエースも出たら2体一緒に並べてね飾りたいですね。次はブルマークさんの即日ウルトラマンルーブのウルトラマンブルアクアでございます。いいですね、これでロッソフレームと2体並べることができる。でこれだけじゃなくてもう1個発売されていて、はい、同じくブルマークさんのウルトラマンルーブ、じゃーんとオーブダークなんですよ。これもいいね。でちゃんとね後ろの部分のここの名前のところ、あのウルトラマンオーブダークノワールブラックシュバルツってしっかりとフルネーム書いてあります。素晴らしい。次はテングアートさんの即日原始テング即日仮面ライダー V3 バージョンです。これすごい可愛いよね。原始テングが V3 のね格好になっていて、お面がねちゃんと V3 のお顔になっているっていう、このお面めちゃくちゃ使い勝手良さそうっていうか、いろんなやつにね被せたいですね。はい、次が最後になります。最後はカニさんの即日です。いや可愛いね。ダメ太郎、ギッチョン、ムニエル星人、お化けガニもあるんだけど、ちょっとね手に持てなかったので4体代表で持っております。でこのねギッチョンとかムニエル星人、ここら辺のねカラーリングがすごい好きで、やっぱりピンク、水色、紫とかね、そこら辺の色僕すごい好きなんですよね。でギッチョンはね全部その色が入っていてもう最高です。はい、そういうわけでここ最近買ったり届いたりしたものをざっと見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。そうですね、とりあえずムービーモンスターシリーズのゴジラ、キングギドラあたりから動画作っていこうかなと思っていて、あとアルティメットルミナスのバキシムね、あれもやろうやろうと思いながらまだやれていないので近いうちにやりたいと思います。あとはそうですね、この中でなんかこれじっくり見たいなとかそういうのありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。必ず動画にできるとは約束はできないんですけども、できるだけねリクエストに応えれるように頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。